フェリックス・バンケルフェリックス・バンケルはドイツの発明家。ロータリーエンジンを発明したことで知られる。ドイツ・バーデン大公国のラール出身。バンケルエンジンタイプ DKM54 第2次。世界大戦中はドイツ空軍の航空機とドイツ海軍の魚雷のためにロータリー弁のシールを開発していた。戦後、連合国によって数ヶ月間投獄され、 研究所は閉鎖された。彼の研究は接収され禁止されたが、戦時中のロータリー弁開発の経験を生かし、1951年に NSU でバンケルエンジンの開発を始めた。1957年2月1日に最初の試作機が運転した。彼のエンジンはニュージャージー州のカーチスライトにライセンスが与えられた。試作機段階のバンケルロータリーは、 エンジンシリンダー内部にできるチャターマークと呼ばれるひっかき症のような特殊な摩耗を解決できず長時間運転すると壊れてしまう実用上は不完全なエンジンであった後に NSU からこのエンジンの技術ライセンスを得た松田がこの問題を解消しロータリーエンジンとして松田のコスモスポーツに初搭載された後年工学博士号を授与された晩年は 動物の権利と動物実験に対して活動した。ハイデルベルクで86歳で死去した。ハイデルベルクにあるバンケルの墓ワンクル、ユビレイアム、バルテンウフスブンダーオート、シュピーゲルオンラインのハリヒテン。ありがとうございます。